アルゲーニー大地の分布。グレーの線は氷河に覆われた地域と覆われていない地域の境界線を示す。アルゲーニー大地はアメリカ合衆国東部内陸、アルゲーニー山脈の最陸に広がる丘陵地帯。ニューヨーク州中部、西部、ペンシルベニア州北部、西部、オハイオ州東部、ウェストバージニア州北西部、ケンタッキー州極東部にかけて広がる。 丘陵地帯そのものは、ケンタッキー州東部からさらに、テネシー州東部にも広がっているが、ケンタッキー州以南では、カンバーランド大地という名で呼ばれている。アルゲーニー山脈とアルゲーニー大地の境界域は、アルゲーニーフロントと呼ばれる。より大きな分類では、アルゲーニー大地は、アパラチア大地に含まれる。アルゲーニー大地の北部は、最終表記に氷河に覆われていた。そのため、 同じアルゲーニー大地上でも氷河に覆われていた地域とそうでない地域とでは地形が異なる。氷河に覆われていた地域は氷期が終わると氷河の流出とともに侵食されたため地形が比較的なだらかであるのに対し氷河に覆われていない地域は侵食を受けず現地形がそのまま残されたため起伏に富んだ地形となっている。氷河に覆われていた地域では 丘と谷との標高差が30メートル前後であるのに、対し、氷河に覆われていない地域ではその標高差が60から120メートルにも達する。大地の標高は270から450メートル程度で、あるが、アルゲーニーフロントでは標高1200メートル、標高差600メートルに達するところもある。アルゲーニー大地上で最大の都市は、ペンシルベニア州南西部に位置する、 地域に約30万人、都市圏に約235万人の人口を抱えるかつての鉄鋼の町ピッツバーグである。このほか、大地上にはアクロン、ヤングスタウン、チャールストンなどの都市が形成されている。ありがとうございます。